乃木坂46池田明社、乃木坂46池田明社が19日、東京国立博物館表敬建前広場で行われた JRA70 周年特別展示、世界一までの定石テープカットセレモニーに出席した。JRA、日中央会が創立70周年を記念して、表敬館で9月20日から10月20日まで同名特別展示会が開催する。重要文化財に指定されている表敬館の前でテープカットに臨み、招待いただき光栄です。歴史を感じる素晴らしい建物と目を輝かせた。表敬館は過去に乃木坂46が春夏秋冬、フォーシーズンズを行ったゆかりの地でもある。まだ加入前だったが、先輩方がこちらでパフォーマンスも披露させていただいたのを一視聴者として見てました。改めて素晴らしい機会に恵まれていたんだと思います。展示会には絵画作品が数多く出展される。東京芸大で学ぶ美大生でもある池田は内覧し、皆さんの筆記の一つ一つの個性や魅力が詰まっていますと、その魅力に惹かれている様子だった。